今回の動画はですね、1日1動の番外編でございます。SDGs 体操というのを紹介させていただきます。SDGs 17の目標のうちの3番目、すべての人に健康と福祉をということになっております。ということで、紹介するこの体操は SDGs の3番目と関係があります。皆さん、健康寿命を知っているでしょうか。健康寿命とは、病気になっても介護を必要とせず、日常生活が制限されることなく活動できる期間を言います。1日1動は健康寿命の延伸に貢献できるものと考えております。今回の SDGs 体操、こちらもですね、少し、やってみていただけないでしょうか。はい、まずはですね、指文字で SDGs やってみましょうか。はい、S、 はい、 D、 はい、 G、 はい、 S、 小さいのね。はい、いいですよ。はい、次は腕を使いますね。腕文字で SDGs をやってもらいます。はい、 S、 うん、いいですね。 D、 うまい。 G、 S、はい、OK です。はい、最後はですね、体全体を使ってもらいましょう。一文字で SDGs です。まずは、はい、S、 はい、いいですね。次に T、はい、次は、はい、 G、 最後に小さい S、 はい、頑張って頑張って。はい、 OK です。 SDGs 体操いかがだったでしょうか。十分なストレッチ、筋力強化、そして指文字なんかはですね、頭の体操にもなると思っております。こうした運動をですね、日常生活で取り入れてですね、健康寿命の延伸を目指していただければと思います。9月24、25日と、福島県の郡山市のビッグパレット福島で福島 SDGs 博が開催されますが、この体操はですね、9月24日に披露させていただく予定でございます。ぜひ福島 SDGs 博に足を運んでください。